イッサ・ハヤトーは、カメルーンの元陸上、バスケットボール選手。元アフリカサッカー連盟会長であり、国際サッカー連盟副会長でもあった。フランス領カメルーンのガルア出身。かつては1965年のブラザビルアフリカ、大会のバスケットボール代表や、陸上競技の400メートルと800メートルで、国内記録を保持していた。 1984年のロサンゼルスオリンピックでは、選手ではなく役員という形ではあるが、同大会に出場したサッカーカメルーン代表の統括者として、選手団の一員に加わり、開会式では騎士を務めた。1974年にカメルーンサッカー連盟の事務総長を務め、1988年には第6代カフ会長に就任。現在に至っている。 カフ会長に就任した1988年以降には、ユース世代のサッカー大会、フットサル、女子サッカー、ビーチサッカーの大会を創設するなど大きく貢献した。1990年にはフィファルジに就任。1992年からは、同副会長。2002年にソウルで開催された国際サッカー連盟総会での会長選挙に出馬したが、 ゼップブラッターの139票に対し早トは56票で落選した。1990年代の FIFA フフワールドカップの放映権をめぐる ISL からの賄賂疑惑で2011年12月 IOC から開国処分を受けた。2015年10月から2016年2月の臨時総会にて会長が決まるまではブラッターに代わって FIFA フフ暫定会長を務めていた。 2017年3月の会長選挙でアフマドアフマドに敗北した。ありがとうございます。